からこの下の足にこう切り込みを入れるような感じ。そうするとこう伸びる。ね、伸びたでしょ。これで揚げるとあの天ぷらさんの天ぷらみたいにあのちゃんといい感じになるからね。から醤油が小さじ2で、みりんが小さじ4。180度ってあの天ぷら粉を落としてそこについてちょんと上がってる感じ。いただきます。贅沢の極みですな。美味しい。皆様おはようございます。お元気でしょうか。いつも無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、無性にエビ天食いてえなーっていうことで、エビ天の作り方は結構前にねやっているかもしれないので、本日はですね、エビ天とじ丼エビ天とじ丼、まあ要するにエビ天の卵とじ丼です。これがうまいのよ。前の店でもあったんですけどね、エビじゃなかったけど天ぷらとじ丼みたいなのが、ね、ありました。まずね、皮むいて、ここに剣があるんでね、剣パですよこれね、はい、これをちぎってスコルパ金庫音カットしてください。ここね、これね、これね、刺さると痛いんで、刺さんないようにね。であとはこの BAE 層ですね、このエビをね、はい、この皮を剥いていくと。でこれ全部剥いちゃうと寂しくなっちゃうんで、この第一関節からこっちは残しといて、こっちからこっちね、あとは剥いちゃっていいからね。はい、こんな感じでね、剥き終わりました。そうしたらね、背わたが入っているんでね、背わたを抜きます。まあ爪楊枝かなんかでここに刺していただいて、ポロンってやると取れるけど、まあ面倒くさいんで包丁かなんかでこうね、切り込みを入れるね。ゆっくりやろっか。こんな感じ、わかる？切り込みが入ったの。そしたらここに背わたが入ってるから、包丁でスコルバックスですよ。こうこんな感じね。はい、こんな感じになりました。もう一個やるよ、ね、はい、これで取れてるはず。ちょっと一回洗いますか。はい、そうしたら今度はエビこのまま揚げちゃうとエビっちゃうんですよ。腰が曲がっちゃうとこうなっちゃうのね、天ぷら揚げた時。だからここに切り込みを入れるね。これさ、ほら足のなんか根元みたいなんじゃん。パンパンパパンパンチュータって、でここからこの下に斜めに切り込みを入れるような感じ。こういう風にこっからこの下の足にこう切り込みを入れるような感じね。これ全部やっちゃうと切れちゃうんで、全部やらないで半分ぐらいまでね、半分ぐらいまで包丁入れるね。ここ斜めのとこからこうスコルバックス金根管と、スコルバックス金根管、スコルバックス金根管、はい、こんな感じになったよ。はい、そうしたら、なんていうの、指をこう、なんていうのかな、三角形みたいにして、特に押す、まな板に向かって押す。押す。そうすると、プチプチっと音がするんだよ。プチプチっと。そうするとこう、伸びる。ね、伸びたでしょ。これで揚げると、天ぷら屋さんの天ぷらみたいに、ちゃんといい感じになるから。ね。はい、それではね、これもやってしまいましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン。はい、まあビリヤードをやってる方は分かるかもしれない、フィリピンブリッジみたいな。で、ここちょっと伸びきんなかった、押してもプチっていかなかった時は、ちょっとね、こう、包丁で、スコルバキンコロンカラックスと。ね。はい、こんな感じになりました。BA イースト2本使います。今日は贅沢だね。やめられません。止まりませんって感じですね。はい、そしたらね、次はナスですね。はい、ナスヘタのところにくるくるくるっと、ナスの方を回す。ね。ナスの方を回すね。こういう風にナスの方を回すと取れるから、こうね、ピロピロピロって。はい、そうしたら半分にハーフィーカッティング状態ですね。はい、あとはね、こう筋を入れていくと、バッツンバッツンバッツン言いますけど、で半分になったらスコルバックスと全部切り落とすと。したらこれを今度こう寝かせて、ワンツースリーピョーね。そしたらあとはこう手でパッカライナとね。はい、こんな感じで、ナス、半分だね、今日はね。エビ2本。あと、卵ですね。青みの三つ葉。これ使ってね、エビ天とじ丼ですね。作っていきたいと思います。打ち越しちゃっとこうか。ね。はい、ガツンガツンパッカライナと。ね。打ち越って何ってことなんです。片栗粉。もしくは小麦粉で、この水分が出ないように、旨味が出ないように、ね、こういう風にまんべんなくね、粉をつけとくね。そうするとね、花も綺麗に咲きますみたいな。花って何ってことなんですか。天ぷらの衣のことね。あれがね、ちゃんとくっつく。これやんないとスポンと抜けるからね。
あの天ぷらのあの衣だけはスポーンって抜けちゃうんだよね。何したらね、スーナイーストのナスの方もね、打ち越しておきましょう。はい、こんな感じですね。はい、打ち粉ができました。はい、あとはね、揚げるだけなんですが、とじ丼なんでタレをね、先にね、作っちゃった方がいいんじゃないのかっていうことで、タレを調合してしまいましょうか。それではですね、シーダーイーストですね、まず入れていきましょう。黄金だし6。何が6だよっていうことなんですが、小さじで6ね。はい、それから醤油が小さじ2。はい、みりんが小さじ4。はい、ちょっとこれ多めに見えるかもしれないんですけど、天ぷらの粉が、粉っていうか、天ぷらの衣が、結構吸うんだよね。だからちょっと多めに作っておいた方がよろしいかもしれません。それでですね、まあこの割合なんですが、まあ出汁がね、3、みりんが2、醤油が1、この割合で覚えていきましょう。3、2、1です。ね、出汁をこれに、例えばこれね、定量ばかりって言うんですけど、すり切れ、1、2、3って入れたら、みりんが2、チュン、醤油が1、チュン、ね、そんな感じでお願いします。ちょっと大量に作りてんだよ、という方は、ね、はい、これ丼でもいいです。定量ばかりなんでね。これに出汁が3、1、2、すると相当できるよ、これ。みりんが1、2、醤油が1と、相当これできるからね、これね。もうちょっと縁日がなんかね、ちょっといっぱい作るんだよって方はね、もうでかいね、器でやってみてください。はい、レーターできたね、打ち粉できたね。はい。あとはね、天ぷら粉なんだけど、天ぷら粉は裏書きに書いてあるんで、ね。はい、こう黄金天子とかの、裏書きにね、作れた太鼓書いてねえな。ロゴって書いてあるのか。ね、どっかしら書いてあるんで、それで作ってください。例えばバーベキューの方にやってまいりました。油どうかな？いや、ちょっともう、いい感じかな？いい感じだね。はい、だいたい揚げ油の温度は175度ぐらいで、ね、から180度ぐらいでお願いいたします。はい、天下一発いたしました。であんまり温度が高すぎると焦げちゃうんでね、大体180度ぐらいをねキープするような感じでお願いいたします。はい、それではね、天ピリーコですね。はい、揚げていきましょうか。バッツリーだと。いや、これ天ぷら油出すのめんどくせんだよっていうね、まあ、感じですけどね、まあたまにはやるかみたいなね感じですね。まあうちはねいつも出てるんでね、ちょっと温度がぬるいんでエビはもうちょっと待ちましょう。あんまりぬるい温度でエビ揚げちゃうとキュルキュルってやっぱね丸まっちゃうんですよね。どう？まだぬるいな。175度って感じか。エビは180度いきたいね。どう？まだだね。180度って天ぷら粉を落としてそこについてちょんたらって感じ、ちょんみたいな。難しいよねこれね。まあ、これができるようになれば天ぷらさんできるかもしんないからね。ちょん、まだ遅いね。どう？200度ぐらいになっちゃうと下に鍋につく前に途中で上がってきちゃうから、もうそうなったらねもう火止めてください。危ないんでね。どう？まあいいね。はい、そうしたら BA ですね、エビですね。はい、揚げていきましょう。ナス邪魔だな。感じですよ、これ見えてねえ感じ。ちょっとこの辺落とし込みますか。はい、あとはね上がるのを待つだけでございます。エビ天&ナス天ですね。いい感じで揚がったんじゃないね。よく油を切ってね、揚げときましょう。揚げ台かなんかにね、揚げといてください。いやー、早く食いてー。うまそうだなこれ。天ビリーバブの方がね揚がったんで、このね、天かすですかね、これは、作っといてくださいね。これはですね、まあ、お好み焼きに入れても美味しいし、
焼きうどんの上にぶっかけても美味しいし、焼きそばの上にもぶっかけても美味しいし、たぬきうどんにもなるということでね、ぜひね、天ぷら揚げた時はもう捨てないようにね、してくださいよ。それではですね、先ほど調合したし、これ出汁多いかもしんねえな、ベーヤーイーストですね。はい、出汁入りました。天下一発ですね。あとはですね、これ沸騰したら天ぷら入れて卵で閉じるだけです。今のうちですね、玉ねぎですね、はい、ぶっこんで溶いておきましょう。これあんまりさ、溶かないでもいいからね。はい、沸騰してきたかな、してきましたね。はい、そうしたら、バッツンバッツンとね、どうしよう、こんな感じでいい。はい、エビと、バッツンバッツンツリリンラーンと、はい、そうしたらね、もうこのまま飯にのっけば天丼になるんじゃないのみたいな感じですけどね。はい、ここで卵とじですね。はい、うまそうだね、栄養もありそうだね、これね。はい、こんな感じになりましたよ。そうしたらここで、蓋、ちょうどいい蓋がないんだね、これね。銀紙で十分ですね。はい、銀紙をひっくり返すと金粉からんですね。あとはですね、これが半熟なり、硬いなりとね、お好きな卵の硬さでね、お召し上がりください。そろそろね、丼にご飯よそっといてくださいませ。はい、30秒ですかね、いい感じにできたんじゃないのってことですね。はい、それではですね、丼ビリダブリにね、これこのまま乗っけて、あとは食うだけでございます。あー、つゆもちょうどいいぐらいだね。それでは乗っけますか。はい、紅生姜ね、乗っけていただいて、はい、三つ葉かなんかですね。まあ、青みでね、なんか乗っけてください。こういうもの。はい、これでね、完成となります。うまそうじゃないこれ。それではテーブルの方行って、バッツンバッツン釣りにごと食べてしまいましょう。ただいま、テーブルの方に、エビ天とじ丼ですね。運んでまいりました。こんな感じですか。ね、エビエビ。ちょっとナス、ちょっとね、この辺ね。黒いですけど下手なんでね、こっちはね紫色にまあまあねなっております。三つ葉添えて、紅生を添えてナスがいますと。はい、それではですね、いただきましょう。贅沢だな今日はな。すいませんね、なんかね、私だけ贅沢しちゃってみたいな感じで。でもたまには贅沢させてくれよな。いただきます。エビからいっちゃおうかな。エビリーチャエビリーチャ、いただきます。贅沢の極みですな。美味しい。卵ね。美味しいな。たまらんね。ちょっと紅生と、ナスいっとくか。ナス、こっちからいっか。ナス熱いのよ、これ。これですよ。これ、やけどしないように気をつけてください、ナスだけはね。ナス、マジでね、ナスっちゃうから。何をナスっちゃうんだよ、みたいな話を言うの。揚げたて、ナスにこのどんたれ、ちょうどよかったね、どんたれね。いただきます。美味しいね、美味しいね。もうガチうまです。間違いありません。いただきます。美味しい。最高。なかなか飯が出てこないぜ。出る。幸せだね。はい、ということで本日も最後までご覧いただきまかね道場ご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、エビ天とじ丼、エビ天卵とじ丼ですね。これ作ってみました。これ非常に美味しいんでね、エビが手に入った際にはぜひね。いや無理作んないでもいいけど、エビ天でもいいし、エビフライでもいいし、エビチリでもいいし、エビマヨでもいいしね、でも美味しいんでね、エビ2本ね、ナス半分半分みたいな感じでね、卵1個で大体こんなのできるんでね、ぜひやってみてください。まあ油の出汁でめんどくさいんでね、普通のご家庭ではね、もし出した時には、ね、油をね、よっしゃ今日はかき揚げ天作るぜ、今日はエビフライ作るぜ、イカフライ作るぜみたいなね、
冷凍のフライ揚げるぜみたいな時に出した際にはぜひねやってみてください。このエビ天、まあ作りたては絶対うまいんだけど、まあ揚げ置きしといて最後にね卵で閉じればまた熱々に復活するんでね、まあいいんじゃないかなみたいな、ね、感じではないでしょうか。それでは失礼いたします。またお会いしましょう。だいぶ暑くなってまいりましたね。熱中症病お気をつけください。それでは失礼いたします。エビ天卵とじ丼、最高だから。じゃあねー。